ユイとはカイト本部長によく似ているな。え、そんなこと言われたのは初めてだ。そうかい。クソ真面目なところがよく似ているよ。それに意外と周囲の輪を保とうとするところもね。ま、性格や思考はかなり違うようだが、その点は本部長よりユイトの方が好ましいと私は思うけれどね。うん、ユイトの思考パターンはほぼ把握したぞ。え、俺の頭の中読まれちゃってる。相談したいことがあるの。何かあったのか？深刻そうな顔して。実はおじさんから私にメッセージが来たんだ。おじさんって海抜群病院の理事長の？どんな内容だったのか聞かせてくれるか？うん、でも聞いたら多分嫌な気分になるから覚悟しといてね。最近いろいろと病院のことに詳しくなったようだが、お前は余計なことに首を突っ込まなくていい。一条家の一員としての自覚があるのなら、家のために口を閉ざしておけ。だってさ。なんだよそれ、完全に脅迫じゃないか。うん、おじさんにこんなこと言われたのもショックだけど、それ以上にすごく悔しいの。せっかく私たちが頑張って政府の秘密を暴いたのに、肝心な人たちはこうして逃げおわせてるなんて。そうだな、いろいろと明るみには出たけど、まだ上層部は証拠を消して逃げ切ろうとしてるっていうことか。あれだけのことをして何の罰も受けないなんて許せないよ。私たちにできること何かないかな。でもいいのか？どんなことをしてたとしても花火にとっては親戚だろ。辛くならないか？大丈夫、身内だとかそんなの関係ないよ。この間ユイトにも話したよね。今まで私たち海抜群の悪い部分ばっかり見てきたって。おじさんがしたことは悪い部分そのものだよ。胸を張って自分は海抜群なんだって誇れるようにするためにも、目をそらさずにビシッと行かなきゃ。わかった、じゃあ一緒に考えてみよう。どうすれば理事長たちの罪を追及できるか。要するにおじさんたちが研究に関与してたっていう決定的な証拠を見つけられればいいんだよね。そうだな、でも簡単にアクセスできるようなデータは最初から残してないだろうな。何か残してるとしたらきっと秘密の、あ、海抜群病院の休館とか。ありえるな、あそこは会員もいるし捜査の手が及ばないと思っているかも。一緒にいて調べよう。え、ユイトも来てくれるの？嬉しいけど。でも今さら何言ってるんだよ、何でも手伝うって言ったろ。うん、ありがとうユイト。じゃあ二人で行こう。やっ、はあ、やっ、ここに来るとどうしても実験の犠牲になった人たちのことを考えて気がめいっちゃうな。ああ、俺たちの家族に任せろ。肉親が関わってたって考えるとなおさら嫌な気分だよ。それにしても人の気配がないな。閉鎖されたのか？会議はまだ放置されてるみたいだけど。
証拠が残ってるとしたらきっと地下の施設だよね。気をつけて進もう、ユイト。姿は消えてるが、まだ怪異はそこにいるぞ。サスを使えば楽に探せるはずだ。目を使わせてくれ。外角が壊れた。ガンガン攻めていこう。俺がやる。後で考えよう。とにかく助けなきゃ。うん、そうだね、急ごう。来ないで。くそ、まずいな、怪異の数が多すぎる。倒すだけならともかく、あの人を守りながらじゃ巻き添えにしちゃうかも。どうしよう、ユイト。花火、彼女を炎で囲んで守れないか。怪異が近づけないように。え、そんなことしたらあの女の人まで丸焦げになっちゃう。火の強さを抑えて外側に向かうようにすれば、中心は無傷で済ませられると思うんだ。理屈ではそうかもしれないけど、私の超能力ただでさえ荒っぽいのに、そんな繊細なこと。でもこのままじゃ危ない。大丈夫、花火ならできる。少しの間でいいんだ。その間に俺が怪異を引き離す。分かった、私やってみる。私の炎、言うことを聞いてお願い。いいぞ、その調子だ花火。あとは俺がこいつらを。うまくいったの？そうだ、今のうちに。大丈夫ですか？さあこっちに。ありがとう。もうダメかと思ったわ。花火、まだ戦えそうか？余裕余裕。さあ今度は全開でいくよ。油みたいなものをかけてきやがった。あれを食らうとベトベトになるぞ。俺にも速さを。油まみれの相手にはもちろん火だろ。よっ、それ。狙えるぞ。レア物じゃないか。それ。
切り直した。俺がやる。やったか。ナイスだね。これで全部倒したな。うん、ユイトが土壇場でいいアイデア思いついてくれてよかった。いきなり無茶なこと言って悪かったな。でもちゃんと守りきれたのは花火のおかげだよ。あ、そうだ、さっきの人は？あの、あなたたち、まずはお礼を言わせて。おかげで助かったわ。いえ、海抜軍としてやるべきことをしただけですから。海抜軍なのよね、やっぱり。何しにここへ来たの？まさか私を捕まえに？いえ、俺たちはあなたに危害を加えるつもりはありません。待って、そっちの子、まさかユイとスメラギ？反逆者の。じゃあ政府側の人間ではなさそうね。いいわ、あなたたちを信用する。どの道ここから一人では出られそうにないし。ここへ何をしに来たのか聞いてもいいですか？その服装、ここの研究員の人ですよね？ええ、そうよ。私はここでいくつもの非道な実験をこの手で行ってきたわ。でももう限界だった。何の罪もない人たちをただ死ぬよりももっとひどい目に遭わせてしまった。罪悪感で毎日眠れなかったわ。そんな時にあの放送があって、今が食材のチャンスだと思ったの。それってもしかして、アラハバキから私たちが流したカイトさんの映像のことかな？あなたたちがやったの？じゃあもう一つお礼を言わなきゃね。あの放送のおかげで決心がついたわ。真実を明らかにして、自分も含めこの場所に関わった全ての人間に叱るべき罰を受けさせるって。それじゃあ目的は俺たちと同じみたいですね。どういうこと？私たち病院の責任者を追及するために証拠を探しに来たんです。ここならきっと何か残ってると思って。そうならお互い運が良かったわ。ちょうど奥のロックされた端末からデータを回収したところなの。この中に誰が何のために研究を指示していたか、署名入りではっきり書かれた文書が入ってるわ。これを広く公開できれば、上層部の人間ももう言い逃れはできないはずよ。ってことは、この人を無事に町まで送り届ければ私たちも目的達成だね。ああ、そういうことだな。それにしても無茶ですよ、こんな怪異だらけの場所に一人で忍び込むなんて。怪異を避ける研究員用の通路があるのよ。でも途中から封鎖されていて仕方なく。本当に怖かったわ。もう大丈夫ですよ、帰り道は私たちがしっかり護衛しますから。ここまで来れば
あとは一人で問題ないわ。ここまで護衛してくれてありがとう。いえ、そんな。私なんだかほっとしました。あの病院の中にも心を痛めてた人がいたんだって。私もあなたたちに希望をもらったわ。間違いを正すチャンスをくれたんだから。例の情報はどうやって公開するつもりですか？まずはマスコミに持ち込むつもりよ。政府の息のかかっていない報道機関があればだけれど、もしそういう報道機関がなければまた別の手段を考えるわ。わかりました。どうかよろしくお願いします。ええ、あとは任せて。花火、なんだかすっきりした顔してるな。うん、この間ゲンマに言われた話、ちょっとだけ分かってきた気がするんだ。それって前に言ってた戦う理由のことか？そうなんだけど、もしかすると戦うだけが私のやりたいことじゃないのかもって。私、自分の発火能力はただ敵を燃やす力だと思ってた。でも使い方次第で誰かを守る力にもなるんだよね。そこに何かヒントがありそうな気がするんだ。まあまだ思いつきだけど、もっと考えてみるよ。そうか、悩みが吹っ切れそうでよかったよ。俺の思いつきも役に立ったのかな？うん、とってもね。今日は本当ありがとう。それじゃアジタに戻ろう。相変わらずの間抜け面だな。いきなりそういうこと言うか？悪かったな。僕は正直者なんだ。だがまあ、その間抜け面もそれなりに見慣れてきた。いつまでも僕がその間抜け面を見られるように生き残る努力をするといい。成果じゃないが、ユイとの扱い方がつかめてきたな。それって俺は喜ぶ。ゲンマに何か話しておくことなかったっけ？ゲンマ、ちょっといいか？どうした、ユイト？何かあったのか？この前話を聞いた
玄馬の友達のこと。俺も気になって渡に退役兵のデータを探してもらったんだ。玄馬の友達が行方不明だってことも必要だと思って渡に伝えた。悪い、勝手なことして。別に構わない。隠していることでもないからな。それで何か分かったのか？まだ中は確認してないんだ。玄馬と一緒に見た方がいろいろ気づけるだろうと思って。今データを送る。これは退役した海抜軍隊員の近況が書かれているな。この春の退役者に絞ってデータを抽出してもらったから、玄馬の友達も入ってるはずだと思うんだけど。あったぞ、こいつだ。正木藤川、生活状況について詳しく書かれている。海抜軍は何のために退役した隊員の情報をこれほど事細かに。待て、なんだと。どうしたんだ玄馬。こんなバカなことが。ここを見てみろユイト。正木藤川、海抜軍病院に入院後死亡。そんな。納得できん。病院で死亡したなら家族に連絡があるはずだ。何か不自然だ。確かにこのリスト変だな。入院後死亡って内容が妙に多いし、死亡までの期間もみんな短い。うん、退役兵は心身へのダメージが大きいとはいえ、入院に至るような重症者がそこまで多いとは思えない。おい二人とも、お話中の退役兵リストの件をもうちょい深く掘ってみたぜ。俺の見立てじゃこりゃはっきり改ざんされてるな。表向きには入院して死んだとなってるが、遺体を運び出した記録が全くないんだ。もしかするとまだ生きて院内にいるのかもしれない。本当か？断定はできないけどな。しかしわざわざこんな風にデータをいじるってことは、病院の暗部に関わっている可能性が高いということだな。まさか人体実験にでも利用されたか。退役兵には家族がいない者も多い。行方不明や死亡扱いにしても詮索されにくいだろう。汚いやり口だ。あくまで推測と言いたいが、海抜軍病院には十分な前科があるからな。だったら早く動いた方がいい。もし人体実験に利用されてるならすぐにでも助け出さないと。ああ、このデータでは入院先は海抜軍病院の新館になっているが、実験目的ならば旧館に移送されたか。その可能性はあるな。だが実は他にもちょっと怪しい動きがあるんだ。最近海抜軍病院の状況を調べるために行き来する車両の動きを記録してたんだが、たまに病院から青蘭方面へ向かう妙な車両があるんだよ。今もまさに1台出てったぜ。今の状況で青蘭と取引なんてしないよな。一体何をしてるんだ。わからんが、どこか俺たちの知らない施設に患者を移送している可能性もあるな。他に手がかりもないし、まずはその車を追ってみるか。セイラン方面へ行くなら必ず川を越える。水波川に向かえば確実に近づけるだろう。それじゃあ俺はその車両の情報をもっと探れないか、こっちでいろいろ試してみるわ。すまん二人とも、マサキのために力を貸してくれ。ああもちろん、早くマサキさんを見つけよう。二人とも、いいニュースだ。識別ナンバーからスウォーを出発した例の車両の詳細情報にアクセスできた。どうやらビンゴだぞ。積み荷の欄に入院患者の名前がずらりだ。探してる正木さんの名前もあったぜ。本当か。
その車両の中にあいつか。ああ、可能性は十分にある。車両は今ちょうど停車中だ。1データを送るからすぐに向かってくれ。反応があるみたいだな。アタルが言ってたのはあの車だな。どうしてあんな場所に止まってるんだ。何か積み荷を下ろしているな。ゴミ袋のような。患者の姿はどこにも見えないぞ。ってことはゴミ捨て用の車だったのか。アタルの情報が間違ってたってことなのか。いや、ゴミならゴミ処理施設に持っていくよな。じゃあ俺は一体。車がいなくなってから中身を確認しよう。嫌な予感がする。ああ、カイがあの袋を狙ってる。でもどうして。やはりそうか。やめろ。それに手を出すな。ゲンマ、クソ、やるしかない。このぐらい当たれ。外角の存在を確認した。畳みかけろ。どこも疲れると弱いみたいだな。これってかなりレアものじゃないか。火の攻撃を受けて体に着火すると体力削られるからな。気をつけてくれよ。この炎を何とかせねば。
悪かったよ。俺の早とちりだった。積み荷の種別を見落としていた。まさか人間の脳を廃棄物処理車に積み込んでるなんて思わなかったんだ。それじゃあの袋の中身は。クソ、遅すぎたのか。俺はマサキはとっくにあいつだけじゃない、こんな大勢の人間をゴミのように廃棄するなど、何十年も人類のために命を懸けて戦ってきたんだぞ。この中の誰一人こんな最後を迎える理由はない。すまない、取り乱した。友達がこんな目に遭ったのに落ち着いていられるやつなんていないよ。怪異に食われなかった連中だけでも埋葬してやりたい。悪いが少し待っていてくれ。俺も手伝うよ。ちゃんと人間として葬ってあげよう。ありがとう、ユイト。それから渡も協力感謝する。後でマサキの弟とも会って話さなくてはな。なあゲマ、ずうずうしいかもしれないけど、もしよかったら俺も一緒に行っていいかな。ああ、そうしてくれるなら俺も心強い。あなたが玄馬さんですね。はい、マサキさんの行方について弟さんに伝えなくてはならないことがあってきました。言いにくいことですが、マサキさんはすでに亡くなっています。そんな、確かなんですか？確かです。海抜軍の機密で詳しくは話せませんが、入院先で息を引き取り秘密裏に埋葬されたそうです。そうですか、残念です。すみません、俺がもっと早くあいつを、マサキさんを見つけてやれれば。いいんです、ゲンマさん、私こそ謝らせてください。あなたを冷たいなどと言ってしまって。実はあの後、兄からメッセージが届いたんです。急に入院することになったと。しばらく連絡が取れなくなるかもしれないが心配するなと書かれていました。それから兄の本当の気持ちも。兄からのメッセージを転送します。これは、兄は玄馬さんが自分の海抜軍への未練を断ち切るために厳しく接してくれたことに感謝していました。直接話さなくてもメッセージがなくても、長い付き合いであいつの考えは分かっている。玄馬はどこまでも真面目に俺と向き合ってくれた。そういう不器用でまっすぐなやつなんだと。あいつ、私が誤解していたんですね。兄にとって玄馬さんとの思い出はいつもそばにあって、兄を支えてくれていた。兄は最後に、退院できたら過去にとらわれず新しい人生を生き直してみるつもりだと書いていました。それは結局叶いませんでしたが、そんな風に希望を持って生きられたのは玄馬さんのおかげだと思います。ありがとうございます。今日はあなたにお会いできてよかったです。それではまた。ゲマ、あいつに伝わっていたんだな、俺のことを
分かってくれていた。脳がつながっていなくても二人の心はちゃんとつながってたんだな。まさき、ゲンマ泣いているのか。すまん、そろそろアジトに戻ろう。ああ、分かった。